マツダの株主総会が開かれ、型式指定をめぐる不正問題について、経営陣が株主に謝罪しました。マツダの株主総会には242人が出席し、およそ1時間50分にわたり行われました。株主からは、今月発覚した認証不正問題について、納得できる再発防止策を求める声が聞かれました。今回の不正疑惑ですが、その辺を今後会社として再発防止はどのようにしていくかとか、そういうことを聞きたいと思います。そういう問題でね、まあ、日本の車がね、世界でどういうふうに見られているかということで、ではそれに対してマツダとしてどういうような対策が取られるか、それがやっぱり一番です。総会では冒頭に経営陣が謝罪し、業務の一部を委ねて開発現場に負担をかけたことが原因として管理体制を強化すると説明しました。また、モロ社長は、審査結果を保証するのはメーカーの責務であり、迅速に是正すべく、再発防止に対応していくと強調しました。マツダの発展では、まあ、広島のためになると思いますので、そこは期待しておりますけども。一方、総会では、モロ社長を含む9人の取締役再任など、3つの議案すべてが承認されました。